東海サミットは、東海サミット事務局主催、ティアブリッジプロダクション、アルクが企画、制作を務めていた夏の野外フェス。2007年から2016年まで開催。愛知県出身で、またあいましょう等の作品で知られる、ラッパーのシーモが、発起人となって、東海地区出身のアーティストたちが作り上げる、初のヒップホップ野外フェスをコンセプトに、2007年より、 開催された東海地区屈指の夏の大型野外フェスである。プロデュースはシーモのプロデューサーでもある E の周壁。会場は開始当初より一貫して長島スパーランド芝生広場特設ステージで行われていた。しかし2007年の初開催から10周年の節目を迎えた2016年の東海サミットファイナルをもって 幕を閉じた。7月28日に行われた。7月26日に行われた。この年より、ステージが、センターステージ、サイドステージ、パークステージに分けられた。7月25日、26日の2日間にわたって行われ、延べ2万人を動員した。7月24日、25日の2日間にわたって行われた。この年は、センターステージ、 サイドステージの名称がそれぞれドラゴンサイド、サイクロンサイドに改められた。名称はそれぞれ長島スパーランドのジェットコースターであるスチールドラゴン2000、ホワイトサイクロンから取っている。7月23日に開催された。この年は東日本大震災による電力不足等の影響や被災者への考慮で1日間1ステージのみでの開催となった。 7月28日に開催された。7月20日に開催。また同日夜には、名古屋テレビとザパークバンケットでアフターパーティーも行われた。7月26日に開催。7月26日に開催。7月30日31日の2日間開催。ありがとうございます。